三角関数のグラフについての第4回。今回は周期関数、そして偶関数、期関数、そういう言葉について講義をいたします。テキスト丸五ページ9行目以降でありますね。周期関数という言葉、それはもうすでに私たちは制限関数、あるいは予言関数というところでお話をしてきているわけでありますが、そもそもその周期関数というのを数学的に定義する。 まあ周期関数っていうのはどういうものであるかっていうことはなんとなく皆さん分かってますよね。y コール s i n x っていうのは x の値が 2π 進むごとに関数の値が同じになる。ですから 2π を周期として繰り返す。そういう波であると。コサインについてもそういう波である。こういうことを勉強しているわけであります。ですから本当は皆さんすでに周期関数ということは知ってるわけですらそもそも周期関数とはっていうふうに言われると、 ちょっと難しいところがありますね。それがどのように定義されるかと言いますと、11行目、12行目、13行目、14行目であります。関数 fx が周期関数であるとは、0でないある定数 p、それが存在して、12行目の等式 fx と f の x プラス p、これが等しいという関係、これが定義域に属するすべての x について成り立つ、ということであると。 ということです。例えば、fx イコール、sin x という関数を取ったときには、p として 2π を取ると、この12行目の等式が成り立つということがわかりますね。当然のことながら、p として 4π を取ってきても、sin x と sin x プラス 4π、閉じる。これは等しいわけでありますね。ということは、 14行目の定義に従えば、このような P を周期と言うっていうわけですから、sinX という関数、制限関数の周期は 4π であると。とそういうふうに言うこともできます。同様に、6π が周期であるとか、8π が周期であるとか、あるいはマイナス 2π が周期である。マイナス 4π が周期であるで。そういうふうに言うこともできるわけです。で、従って、ここで大事な注意がありまして、15行目から17行目です。 この周期の定義から、small p が関数 fx の周期であるならば、2p, 3p, 4p, あるいは -p,-2p,-3p, 点々点。これも周期になってしまいますので、普通、単に周期といったときには、周期の中で最小の、まあ、正確に言えば周期の中で最小の正のもの。それを周期っていうふうに言います。ですから、例えば、y イコール s i n x。 あるいは fx イコール sinx の周期は何ですかって言われたら 4π であるとか -2π であるとかとは言わずに 2π が周期であるとで。そういうふうに言うわけですね。18行目の例でありますね。一般に k を正の定数とするときに sin kx の周期は k 分の 2π である。例えば k が3であるとしましょうね。そうすると sin 3x の周期は3分の 2π であると。例えば、k を4とする。sin4x の周期は2分の π であると。と、こういうわけですね。k を大きくすればするほど周期が短くなるわけです。ここで注意していただきたいのは、k を正の定数とするっていうふうに言ってるだけで、別に k を正の整数とする、自然数とするというわけではありません。 ですから、例えば k に無理数を入れてもいいわけでありまして、例えば k を π としますね。k を π とすると、sinπx の周期は2であるということになるわけです。数学的には k が 2π とか 4π、2π の整数倍になるという場合が重要でありまして、k イコール 2nπ というふうに置いたとしますね。 ここで n は正の整数でありますが、k イコール 2nπ。そういうふうに置いた場合、sin2nπx の周期は n, n 分の1であると,と。こういうふうになるわけです。物理なんかで大事なのは、k を t 分の 2π。t っていうのはまあ普通、large t っていうふうに書きますが、large t 分の 2π。 こういうふうに書かれるような場合でありまして、そのような場合には周期はラージ t というふうになるわけですね。周期ラージ t の波、こういうふうに物理なんかでは使うわけであります。19行目。今度は偶関数期間数の定義でありますが、偶関数期間数というのは次のように20行目、21行目のように定義されます。 一般に常に f のカッコマイナス x カッコ閉じる。これがイコール、マイナス1倍の fx。これが成り立つときに fx は基関数という。で、それに対して21行目、f カッコマイナス x カッコ閉じる。これが fx に等しい。この関係が常に成り立つときに fx は偶関数である。というわけです。 で、この意味はどういうことなのかと。すごく覚えづらい関係だと思いますが、分かってしまえば何でもない話です。まず20行目21行目の左辺、f カッマイナス x 閉じる。これは何を意味しているのかというと、19行目に与えられた関数 fx において、x のところにマイナス x を代入したものということですね。fx の x をマイナス x に置き換える。 置き換えた結果、20行目。置き換えたら元の関数 fx のマイナス1倍になるもの。それが帰関数である。それに対して21行目。x をマイナス x に置き換えてやると、実は元と同じ関数になる。そういう場合に、fx は偶関数である。というということです。で偶関数、帰関数についての直感的なイメージ。 丸6ページの上の方の図にありますね。え、機関数の場合、偶関数の場合はこんな感じになっているということです。で、どういう感じなのかっていうと、この図において、えー、右の方に、X 軸上に X という点が取られていますね。その点に対応して y、Y コール FX との交点が、その交点の Y 座標が FX というふうになってます。 さて、マイナス X というのはどうなるかというと、X 軸上で座標が X の点に対して、それれ座標軸、原点に関して対象な位置にマイナス X という値があります。このマイナス X という値に対する関数 F の値。で、それマイナス X という点を通って Y 軸に平行な直線を引いて曲線と交わらせる。曲線と交わった時の交点の Y 座標。 その y 座標は y 軸上に書かれているように f マイナス x と閉じる。こういうふうになっているわけですね。で、帰関数の場合というのは fx と f のマイナス x とが符号が正反対ということです。ということは y 軸上の点 fx と f マイナス x と閉じる。これが原点に関して対象になっている。 ということですね。ということは、要するに何を言ってるかと言いますと、この図において、右の方にグラフ上の点、X 座標が X、Y 座標が FX の点があります。左下の方に、X 座標がマイナス X、Y 座標が F マイナス X の点があります。でその点が、ちょうど原点に関して対象になってるということをこ意味しているわけですね。 つまり、基関数というのは、このように、グラフが原点に関して対象になる。そういう性質を持っている。ということです。大切なポイントは、y 軸上の点、下の方の点 f、f マイナス x と閉じる。これが fx と、符号が正反対。符号が正反対というのは、要するにその二つの点が原点に関して対象。そういうふうになっているということです。 X 座標も Y 座標も原点に関して対象になってますから、その点、XFX という点と、マイナス XF マイナス X という点が原点に関して対象になるというわけです。他方、偶関数に関して言えば、今度は右側の図でありますね。X に対する関数の値 FX と、 マイナス X という X の値に対する関数の値、F カッコマイナス X カッコ閉じる。これとが、全く値として等しいと、ということですね。値として等しいということは、左の点、マイナス X、X 座標がマイナス X、Y 座標が F マイナス X という点と、右側の点、X 座標が X、Y 座標が FX であるという点、 その点が Y 軸に関して対象であるということですね。つまり、偶関数のグラフは Y 軸に関して対象になるということです。でこれをまとめますと、1行目、2行目の結果になります。皆さんはこのアンダーラインを引いてある点線で強調しているところ、これをしっかりと あの、覚えてください。で、この、機関数のグラフは原点に関しては対象である。偶関数のグラフは Y 軸に関しては対象であるで。これは逆も成り立つわけです。逆も成り立つということはどういうことかというと、原点円に関して対象なグラフを持つ関数は奇関数である。Y 軸に関して対象なグラフを持つ関数は偶関数であるで。そういうことが言えるということですね。奇関数は原点対象。偶関数は Y 軸に関して対象である。 こういうことです。で、このことの根拠が実は、丸5ページの20行目、21行目。この式。常に f カッコマイナス x カッコ閉じるが、マイナス1倍の fx になるか。あるいは、常に f カッコマイナス x カッコ閉じるが、fx になるか。こういう条件で決められるということです。そして私たちが学んできた、 3行目の例にあるように、丸6ページの3行目ですね。sin x これは基関数だと。実際、y イコール s i n x のグラフは原点に関して対象である。こういう話を勉強してますね。一方、y イコール cos x のグラフは y 軸に関して対象でありました。cos x は偶関数である。これは s i n x と cos x についてのとても大切な性質でありました。 で、そこで、今回は、このサイン X、コサイン X の持つ基本的な性質、周期関数であるという性質とともに、期関数、偶関数という性質について一般的にお話ししたわけです。言葉が難しいんですが、ちょっと慣れてくれば何でもない話です。なぜ期関数、偶関数という言葉を使うか、 その気分だけについて、まあ、説明すると、するとですね、次のようになるかと思います。例えば、<laughs> y イコール x の n 乗。そういう関数を考えてください。y イコール x の n 乗。で、n が偶数のとき。例えば y イコール x の二乗とか、y イコール x の4乗とか、y イコール x の6乗とか。そういう関数のグラフは、 y 軸に関して、えー、対象になるわけですね。つまり、x の n 乗において n が偶数のときには、x の n 乗という関数は偶関数になります。えー、他方、n が奇数のとき、y イコール x グラフ、あるいは y イコール x の3乗のグラフ、あるいは y イコール x の5乗のグラフ、でそれのグラフは、原点に関して対象になります。 つまり y イコール x の n 乗。この関数は n が奇数の時には奇関数になるということですね。偶関数、奇関数について、例えば今のように理解するというのがまあ一つの方法だと思います。もう一つの方法は、偶関数と奇関数について、少し進んだ話でありますが、偶関数と偶関数の合成関数を考えると、偶関数になる。 期関数と期関数の合成関数を考えると、やっぱり偶関数になる。他方偶関数と期関数の合成関数は期関数。期関数と偶関数の合成関数も期関数、えー。それはちょうど偶数と偶数を足すと偶数。奇数と奇数を足すと偶数。それに対して偶数と奇数の和は奇数。奇数と偶数の和は奇数。そういう事実に対応している。そういうふうに考えても良いっていうわけですね。 偶関数、奇関数という言葉。この言葉を知るということがものすごく大切だというわけではないんですが、この言葉とともに、テキスト06ページの3行目にある、sin x は奇関数、c o s x は偶関数で。こういうふうに理解すると、三角関数の基本的な性質、これを頭に入れやすいかと思います。